1月21日よりアップリンク吉祥寺にて公開の映画桃源郷的娘で青年田村を演じた長里健太郎さんにインタビューさせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。本作ご出演の経緯を教えてください。はい、ですね、太田監督とはこれでこの作品で、2作目といいますか呼んでいただいて、でその前にですね、自分が舞台やった時に太田監督が知り合いに呼ばれて見てくれた時に、まあ、面白いって言っていただいて、1作目に呼んでいただいて今回も呼んでいただいたという流れです。すでに男性機能を失っていてどこでも眠ってしまって無防備な娘を抱くことができなく葛藤するという男の話と聞いてどう思いましたか？辛いですね。なんかこれがまあいいか分かんないですけど、まだ自分はその若いと言いますか、まだ大丈夫、ま、これ言っていいんですか？大丈夫です、大丈夫です。まだ大丈夫なのであれなんですけど、まあでもね、やっぱ年を重ねていくとそういう方はもうそれがまあ自然の摂理というか、ただやっぱり男性としては辛いのかなとか いろいろ考えましたね。はい。脚本を読んだ時の感想を教えてください。脚本を読んだ時はやっぱり一作目でもそうでしたけど、太田監督のその映画好き、文学好き、監督のその世界観すごい詰まってるなっていうのは感じましたね。夢がない若者は多いと思いますが、演じた田村は自分を空気みたいなものですから、まだまだ生きていかないといけないと思うとゾッとするんですなどという役でしたが、どういう人間と捉えましたか？まあ、読んですぐ思ったのは自由な感じだけど不自由なのかなみたいな感覚ですかね。だからこう なんていうのかな、そのあっけらかんとしてる風なんですけど、なんか裏があるのかなと思わせる、なんかそういう演技プランといいますか、人間を作りたかったなと思いました。はい。監督からはどのような演出がありましたか？基本的にはですね、まあ、がっつりこうしてくださいっていうのはそんなになくて、ただ長里さんの、まあ、感じでやってくださいって言っていただいたので、まあ、出すとこ抑えるとこっていうのだけ聞きながら、はい、やりました。すでに男性機能を失っていてどこでも眠ってしまって無防備な娘を抱くことができない主人公役を本と赤信号の小宮貴康さんとが演じましたけども、ご一緒していていかがでしたか？はい、小宮さんは、太田監督の1作目でも共演したんですけど、1作目ではそんなにがっつりお芝居で絡むことはなかったので、まあ、今回、公演のシーンとか、まあ、いろいろお芝居できて楽しかったですね。はい。ヒロイン役の川越結衣さんは共演していかがでしたか？川越さんはですね、まあ、正直お芝居でいうとそんなに絡みはなかったので、もう終盤のシーンだけだったの でしかもまあ見ていただいたら分かるんですけど、ああいう形なのでそういう映画を自分が見てから、あ、いいなっていうのは思いましたね。こういうなんか女性って面白いなとか、こういう女の子みたいな世界なんか映画になるなっていうのは感じましたね。本番ではちょっと一生懸命であまり観察とかもできないというか、はい、もうそうね、言えないっていうかあれなんですけど、前後どっちももう自分がバーだったので、はい、完成したものを見て、はい、見てからですね、はい、はい、撮影の裏話はありますか？裏話で言いますと、まあいろんな結構公園とかで行って、まあ、夏だったんでこう虫とか蚊が多かったなっていうぐらいですかね。まあ、結構順調な撮影だったと思います。はい。夕張国際ファンタスティック映画祭2019で北海道知事賞を受賞しましたけれども、その感想はいかがですか？北海道知事さんすごいなと思いましたね。まあさすが、さすがというか太田監督のこの世界観というか映画が認められて僕はすごい嬉しかったですね。太田監督から連絡来た時は、はい。本
本作の見どころはどこだと思いますか？見どころはですね、まあいろいろあると思うんですけど、やっぱり太田監督の世界観を形にしたらこうなったっていうもので、そこに出てくる登場人物がまあ具現化して演じるっていう、まあ、そのなんか唯一無二の雰囲気といいますか、そういうのを楽しんでいただけたらなと思います。では最後に東京ボーダレス TV をご覧の方にメッセージをお願いします。はい、あ、はじめまして、不思議な青年田村役の長里健太郎です。この作品は、ED を扱ったなかなかない題材だと思います。その中でこの映画の中で出てくる人物っていうのはもうみんなが本当にいい意味でのこうぶっ飛んで、またこれもなかなかない内容といいますか雰囲気になってるなと思いますので、そこをぜひ楽しんでいただけたらなと思います。そして終盤、見終わった後どういう感想を抱くのかなと僕はすごい皆さんに聞きたいなと思いますので、ぜひ感想なんかもつぶやいていただけたらなと思います。ぜひ劇場でご覧ください。いつものように強い睡眠薬を飲ませてありますので、起きる心配はございません。まさかな、この年になってあんな女と出会うとはな。よかったじゃないですか。だがな、俺はもう男として機能するのだよ。私は寝てる時が一番幸せ。現実は何かと面倒くさいし、お金稼がなきゃいけないし。眠っているだけでお金儲けができるの。若いのに、なんか夢とかあんだろう。夢って何ですか？僕の辞書に夢という言葉はありません。大丈夫よ、体に毒なものじゃないから。Tokyo Borderless TV.